それではこんにちは、コネクションのアライナでございます。今日はですね、パスタラボのためにサイゼリアに来ております。今日はですね、スタメンということでスパゲッティを食べてるんですが、私が食べているのはこちらですね、 PA06 エビとブロッコリーのオーロラソースでございます。メニューによるとキレが良いトマトクリームソースというのが入っているので、まあ、少なくともトマトクリームソースは入っていますね。それでは一体どんな材料がこの PA06 に入っているのか検証をしてみたいと思います。はい、じゃあ食べてみましょうか。まず見えますのがエビが入ってますね。であとブロッコリー、トマト入ってますね。あと胡椒が入ってますね。でクリームがよくかかっていて、ホップが立ててるのがポイントなんですかね。すごい、ここまで隅々に入ってるんで、いただいてみましょうか。くるくるとやってみて、じゃあマスタードしていきましょうか。だいぶ、だいぶだいぶ5時間ぐらい。それではいただきます。うん、トマトクリームソースなんですね。で実際ラボではこんなトマトクリームソースが作れるでしょうか、楽しみでございます。はい、ありがとうございます。またね。